こんにちは、まーです、グラサマやっていきたいと思います。今日はですね、雑談動画なんですけども、先ほどグラサマの公式生放送も終わりまして、ちょっとリアルタイムで見れなかったので、あのアーカイブをちょっとこう早送りで見てたので、ちょっとざっくりなんですけども、紹介していきたいなと、紹介というか、まあ雑談お話ししていければなと思います。まずは生放送の前に、この今日ねメンテがあったので、そちらについてお話ししたいと思います。ついに、2周年記念大型イベントということで始まりました。生放送でも結構なんかね PV みたいなのも作られてて、すごい凝ってるなという感じでしたね。で、今回はまあ第1部でさらに前編ということなので、まあ結構こう長いお付き合いになっていくんでしょうね、きっと。で、この新ユニットベリックがきっとこのね、なんていうのこれ、ナイツ・オブ・ブラッドかなの多分メンバー5人ぐらいいましたもんね、確かね。で、まずこのベリックさんが出てきたというところではないでしょうか。で、ベリックとレムが出現する1万錬金召喚、レムさん情報修正かなだよね、確か。で、英雄祭限定パックの販売と、フレンド枠の上限が変更となりました。まず変更前が110だったことすらちょっと知らなかったんですけど、なるほどね、ランク100で110だったんだ。で、変更後は200と、190で200。じゃあこうラックも、あ、ラックじゃない、ランクも、あ、ラックも上限変更と、変更前が300だったの500と。おお、私ね、ほど遠いお話なんですけども、次に通常英雄召喚等にバレンティア追加。確かあれですよね、大召喚ルーレットだかで出てきた子ですね。で、セリアの通常攻撃のタイプを物理攻撃から魔法攻撃に変更しました。セリアの処理負荷を軽減する変更を行いましたと。こういった細かにね教えてくれるのはありがたいですね。失礼しました。これですね、ガナルディアの紋章、今日から10月11日まで。この人さ、こういう顔してるんだね、近くで見たら。まあいつも通りですね、この辺はね。で、これに伴って超英雄祭ステップアップ召喚が来ております。レムパワーアップ。ステップアップはね、まあまあまあ優勝の方のっていう感じなので、まあ、私は最初だけ引くなら、でもこっち引いた方がいいか。で、今回も英雄石がついてきますよと。で、錬金石と交換できます。今回はベリック、レム、ケイン、ミックス、エスト。おお、私エスト以外持ってないな。いいですね。あ、新武器ですね。いやー、やっぱこう主力メンバーは徐々にというか、どんどん情報修正が来ますね。で、これ1万錬金召喚、ベリック、レム、ケイン、ミックス、エスト、アルシェ、グランブレイブ。これは引きたいな。はい。で、強化大成功確率アップキャンペーン。あ、これはちょっと前からやってたのか。これありがたいですよね、地味に。ほぼほぼ大成功するし。でもなんかこう、今してよっていうところでしてくれない傾向ありますけどね。で、こちら。キルラキルコラボ。
について、生放送で言ってたんですけども、追加装備と料理があるそうです。やっぱりキャラはあっても情報修正かもしれないね、もしかしたら。はい、こちらも楽しみですね。でもこれ終わるタイミングで来るのかなと思ったら、これは11日までなんだもんね。そうかそうか。これだね。よいしょ。このガチャは後々後日引くんですけども、まあ、相変わらず 4% だね。あ、バレンティアちゃんちゃっかり入ってる。はい、 OK です。で、生放送で言ってたこととしては、ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、多分こうね、今のメンの話とか大型イベントの話ぐらいだったと思うんですけど、まあ、最後に新情報ってことで、魔法石鉱山っていうのが2018年10月24日についにリリースするそうです。なんかこう目新しい情報としてはこれだったかなと個人的には思うんですけど、なんか言ってたのは確かフレンドを必ず連れてかなきゃいけないクエストだって言ってましたね。で、どんどんなんかこう敵とかが変わってくるみたいな。で、なんかこうまたそこで専用アイテムをこうゲットして、まあ、イベントアイテムみたいな。で、なんか交換するって言ってた気がします。まあこのためにもフレンドの上限を上げたというお話だったので、まあついにねフレンドの機能が活かされる。まあ今までもねマルチだったりこうレイドだったりとかでも活かされてたと思うんですけど、なんとなくねこう恩恵がまだなんか少ないのかなっていう気はしてたので、まあどんなものかねまだわからないけど、それが活かされる、システムならすごく面白いんじゃないかなと個人的には思います。はい、とまあこんな感じですかね、ざっくりなんですけども。まあでも10月24日だからね、まだまあ約1ヶ月ないぐらいだけど、先の話ですけども、まあその前にねキルラキルとかもコラボ来るので、飽きさせず頑張ってくれてますよね運営さんも。いやなんかマジ今の発言何様だよって感じなんで、ほんとすいません。まあでもやっぱね一ユーザーとしてはこうね、特にこういうソシャゲはやっぱりこう飽きさせないっていうのが大事なんじゃないですかねきっと。まあでも私の場合ね、いろんなゲームしてたら結局なんか飽きるどころかなんかだんだん追いつかなくなっていくみたいなことになっちゃうんですけど、まあまあまあね、ほどほどにやっていけたらいいかなと思います。はい、ではだらだら雑談したんですけども、後日、ガチャ動画も上げたいと思いますので、よかったら見てください。はい、よければチャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。